今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近は、特にいろいろ噂になってるみたいね。まず、秋篠宮家は皇室の一員だぜ。皇太子だった天皇陛下の弟さん、秋篠宮様とそのご家族のことだな。つまり、皇位継承順位で言えば、秋篠宮様が次なんだよね。その通りだぜ。ただ、皇位継承の仕方は、法律で決まってるんだ。天皇陛下が亡くなった時に、自動的に皇太子が天皇になるって決まってるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様はいつ天皇になるの？それはまだわからないぜ。天皇陛下がいつまでお元気でいらっしゃるかによるしな。ただ、秋篠宮様が天皇になる可能性はあるってことは覚えておけ。確かに、可能性はあるわね。最近は、秋篠宮様の娘さんである眞子様の結婚とか、佳子様の活動とか、いろいろ話題になってるよな。そうね、眞子様の結婚は、いろいろ賛否両論あったみたいね。眞子様は、一般の人と結婚したんだぜ。皇室の伝統では、皇族は皇族同士で結婚するのが普通だったんだけどな。じゃあ、眞子様は、皇室を離れることになったの？そうだな。結婚したことで、皇族ではなくなったんだ。皇室を離れることを、退位、って言うんだ。退位って、天皇陛下がするんじゃないの？天皇陛下が皇位を譲ることを、退位、って言うんだ。眞子様の場合は、皇室を離れることを、退位、って言うんだよ。なるほど。ちょっとややこしいわね。他にも、佳子様は、いろいろな活動をしてるよな。最近は、美術館とかで作品を発表したりしてるんだ。恵子様は、芸術がお好きなのね。そうだな。佳子様は、皇室の伝統を守る一方で、新しいことに挑戦してるんだぜ。確かに、新しいことに挑戦してる印象があるわね。秋篠宮家って、伝統と革新のバランスが難しい立場なんだよな。皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく必要があるんだ。難しい立場だけど、秋篠宮様は頑張ってらっしゃるわね。秋篠宮家は、これからも注目される存在だな。いろいろな意見があるだろうけど、その中で、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく道を模索していくんだと思うぜ。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近よく話題になってるよな。そうね、ニュースでもよく見かけるわ。なんか、いろいろ問題があるらしいんだぜ。問題？一体どんな問題なの？まず、秋篠宮家の長男である友人親王のことだな。友人親王？何かあったの？友人親王は、将来天皇になる可能性があるんだけど、いろいろ問題があるんだぜ。問題って、どういうこと？まず、学力の問題だな。学力？友人親王は、成績が芳しくないんだぜ。そうなのね、ちょっと意外だわ。それに、性格も問題視されてるんだ。性格？周りの人に迷惑をかけるような行動が多いんだってな。それは困るわね。さらに、秋篠宮家の経済問題も深刻なんだ。経済問題？秋篠宮家は、皇室費の使い方が問題視されてるんだぜ。使い方が？無駄遣いが多いって噂なんだ。それは大変ね。秋篠宮家には、他にもいろいろ問題があるんだぜ。例えば？秋篠宮家の女性たちは、結婚が難しいんだ。結婚が難しい？秋篠宮家の女性たちは、皇室の伝統的なしきたりに縛られているんだぜ。そうなんだ。だから、結婚相手を見つけるのが難しいんだ。なるほどね。秋篠宮家は、いろいろ問題を抱えているんだぜ。そうね。いろいろ大変そうね。秋篠宮家について、もっと詳しく知りたいなら、自分で調べてみろよ。そうするわ。ありがとう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、よく、
ニュースで名前を見かけるわ。まあ、皇室の一員だから、注目されるのは当然だけど、なんか、叩かれることが多い気がするんだ。確かに、ネットでも敵内見が多いわよね。なんでだろうな。秋篠宮家は一体、何がそんなに悪いんだ？具体的な例を挙げてくれると嬉しいわ。例えば、秋篠宮様は、天皇陛下に対して、自分の考えを率直に発言するんだ。それは、ちょっと珍しいわね。そうなんだ。天皇陛下は、国民に対して象徴的な存在として、自分の意見を控えめに表現することが求められる。なるほど。でも、秋篠宮様は、自分の考えを曲げずに発言する。それが、叩かれる原因の一つなのかしら？まあ、一つの要因だろうな。国民の中には、天皇陛下に対する的な発言は許せない、という人もいるんだ。そうか。それに、秋篠宮家には、皇室の伝統を重視する人々と、現代社会に合わせた改革を求める人々の間で、意見の対立があるんだ。それは、難しい問題ね。秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、現代社会に合わせた改革を求めて、新しい道を切り開こうとしている。それは、大変なことね。でも、その新しい道は、まだ模索中なんだ。これから、どうなっていくのか、注目だわ。秋篠宮家を取り巻く状況は、複雑で、簡単に判断できないんだ。いろいろ考えてみるわ。いろいろと考えて、自分の意見を持つのが大切だよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は小室圭さんの司法試験合格について解説するぜ。よろしくお願いするわ。小室圭さん、ついに司法試験合格したんだぜ。これで晴れて弁護士になれるってわけだな。本当におめでとうございます。これで、圭さん、真子さんとの結婚もスムーズに進むのかしら？いや、そうとも限らんよな。むしろ、これからが試練ってところだな。試練。一体どういうことなの？まず、小室圭さんは、弁護士になったからってすぐに安定した収入を得られるわけじゃないんだぜ。弁護士になるには、事務所に所属したり、自分で事務所を開業したりする必要があるんだ。そうなのね。事務所に所属って、就職活動みたいなものかしら？まさにそうだぜ。事務所によっては厳しい競争があるし、収入も安定しない場合もあるんだ。それに、弁護士の仕事って、責任が重大なんだぜ。特に、小室圭さんの場合は、結婚相手が皇族だし、世間の注目も集まっている。プレッシャーは相当なものだろうな。確かに、結婚相手が皇族ってだけで、想像を絶するプレッシャーよね。さらに、嫁姑問題ってのもあるんだぜ。真子さんの母親である典子様は、元皇族の血筋を受け継いでいるんだ。伝統や格式に厳しい考え方を持っている可能性もあるよな。そうよね。皇室には、長年培われてきた、しきたりや慣習があるものね。ケイさんが、その慣習に、うまく適応できるのかしら？結婚って、二人のことだけじゃなく、それぞれの家族も巻き込むものなんだぜ。ましてや、皇室と一般家庭の結婚となると、さらに複雑になる。小室圭さんと真子さんだけでなく、両家の家族が、お互いを理解し、尊重し合うことが大切だな。確かに、結婚って、とても難しいものね。でも、圭さんと真子さんが、お互いを愛し、支え合っていれば、きっと乗り越えられるわよね。そうだな。二人の愛が試される時でもあるだろうな。結婚は、愛だけでは乗り越えられない試練があるのかしら？結婚って、愛だけじゃなく、二人の努力と周囲の理解が必要なんだぜ。小室圭さんと真子さんの結婚が、うまくいくことを祈るしかないな。そうですね。二人の未来が、幸せでありますように。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇室の一員だぜ。天皇の弟、秋篠宮様の家族のことだな。秋篠宮様は、皇太子様の弟さんよね。そうだよな。秋篠宮様には、愛子様、雄仁様、佳子様の3人の子供がいるんだ。3人とも、
お名前はよく聞くわ。で、秋篠宮家って、最近はいろいろ問題が起きてるんだ。どんな問題なの？例えば、小室圭さんとの結婚問題とか、ゆうひとし様の教育問題とかだな。小室圭さんとの結婚問題って、いろいろ言われてるわよね。そうだな。小室圭さんって、元婚約者の方との金銭トラブルとか、いろいろあったんだ。聞いたわ。あの問題、解決したのかしら？まだ完全に解決してないんだ。だから、結婚に反対する声も結構あるんだ。そうなんだ。それから、ゆうひとし様の教育問題も、かなり話題になったよな。ゆうひとし様の教育問題？ゆうひとし様は、学習院初等科に通ってるんだけど、そこで、ラレたとか、学業に遅れをとってるって噂が出てたんだ。そんなことがあったの？真相はよくわかんないけど、噂は広がってるんだ。秋篠宮様は、ゆうひとし様の教育に熱心なんだって。やっぱり、皇室の一員だから、いろいろ大変ね。他にも、秋篠宮様は、皇室の伝統を重んじる一方で、新しい考え方も取り入れようとしてるんだ。新しい考え方も？例えば、皇室の伝統を守りつつ、現代社会に合った形で、皇室を維持していこうとしてるんだ。なるほど。だから、秋篠宮家って、いろいろな意見が出てくるんだ。賛成する人もいれば、反対する人もいる。難しいわね。秋篠宮家について、もっと深く知りたいなら、いろいろな本を読んだり、ニュースを見たりすればいいぜ。いろいろ調べてみようかな。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんか話題になることが多いよな。確かにね。最近は、特に、いろいろなニュースを見かけるわ。まず、秋篠宮家って、皇太子ではないけど、皇位継承順位が第2位の立場なんだ。なるほど。だから注目されてるのかしら。そうだな。それに、秋篠宮家の長男であるゆうひとし様は、将来皇位を継ぐ可能性もあるんだ。友人様ね。将来は天皇陛下になるかもしれないなんて、すごいわね。最近の話題で言うと、ゆうひとし様の学習院での登用疑惑とか、いろいろあったよな。あの報道ね、すごく話題になってたわよね。でも、真相はよくわかんないわ。登用疑惑については、学習院側が、問題なし、って結論を出したんだ。そうだったの？なんか、すっきりしないわね。まあ、真相は闇の中ってとこかな。でも、この報道が影響して、秋篠宮家はますます注目されるようになったんだ。確かにね。それに、秋篠宮ご夫妻は、公務を積極的にこなしてるわよね。そうだな。特に、秋篠宮様は、環境問題や生物多様性に関する活動を熱心に言っているんだ。興味深いわね。具体的には、どんな活動をされてるのかしら？例えば、生物多様性に関するシンポジウムに出席したり、環境保護に関する講演を行ったりしてるんだ。なるほど。秋篠宮様は、環境問題に関心が高いのね。そうだな。秋篠宮様は、将来の地球環境を真剣に考えているんだと思うぜ。素晴らしいわね。尊敬するわ。それに、秋篠宮ご夫妻は、皇室伝統を守りながら、現代社会に合わせた活動も積極的に言っているんだ。例えば？例えば、秋篠宮様は、若手研究者を積極的に支援しているんだ。それはすごいわね。どういう支援をしてるのかしら？例えば、日本学術振興会賞の授賞式に出席して、若手研究者を祝福したりしてるんだ。なるほど。秋篠宮様は、未来を担う若者にも関心が高いのね。そうだな。秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、新しい時代に対応しようとしているんだと思うぜ。深いわね。秋篠宮家って、思ってたより複雑な家族だな。各家に、複雑な面もあるけど、伝統と現代社会のバランスを取ろうとしている家族なんだと思うぜ。改めて、秋篠宮家の活動について知ることができたわ。ありがとう。どういたしまして。秋篠宮家のことをもっと知りたいなら、いろいろ調べてみるといいぜ。そうするわ。いろいろ調べて、秋篠宮家について、もっと深く理解したいわ。解説はここまでだぜ。
ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮様の動向について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、秋篠宮様、ちょくちょくいろんなとこ行ってるよな。そうね。よくニュースで見かけるわ。あれは、皇室の公務ってやつだぜ。つまり、国民のために活動してるってわけだな。なるほど。じゃあ、秋篠宮様は、どんな活動をしてるのかしら？例えば、パラ陸上大会の開幕前に神戸市内の施設を訪れたり、愛知県の知立市で瓢箪の展示会を見学したり、水戸市植物公園を視察したり、いろいろやってるんだぜ。すごいわね。いろんな分野に関わってるのね。そうなんだ。皇室の公務ってのは、単なるイベント出席だけじゃないんだぜ。国民と触れ合うことで、皇室の存在意義を示すって重要な役割があるんだ。そうなんだ。知らなかったわ。それに、秋篠宮様は、天皇陛下との関係も良好なんだぜ。兄として、天皇陛下を支える役割も担ってるんだ。それは心強いわね。でも、最近は秋篠宮家を取り巻く状況がちょっと複雑になってきてるんだ。どういうこと？秋篠宮家の料理番が、職場環境がブラックだと告発したんだぜ。乗りこき先の厳しさについて書かれた記事も出てるし、乗りこき先の体調不安について、慶応病院のイケメン医師との関係が噂されてたり。え、そうなの？いろいろ言われてるけど、真相はよくわからないんだ。ただ、秋篠宮家の内部には、いろいろ問題があるってのは確かだな。確かに、最近、よく、秋篠宮家に関するニュースを見かけるわ。秋篠宮家は、皇室の将来を担う重要な存在なんだぜ。今後の動向に注目していく必要があるだろうな。そうよね。これからも、秋篠宮家の情報に注目して、いろいろ調べていきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。特に、ご夫妻の行動が注目されてるみたいね。最近の動きを見ても、何かしら目的があるように思えるんだが、どう思う？確かに、いろいろと考えさせられるわね。例えば、日本学術振興会賞の授賞式への出席とか、パリオリンピックの日本選手団の結団式への出席とか。まさに、それらについて解説していくぜ。まずは、日本学術振興会賞の授賞式への出席についてだ。秋篠宮ご夫妻は、なぜ、あの授賞式に出席されたのかしら？あの授賞式は、若手研究者を表彰する式典なんだ。つまり、秋篠宮ご夫妻は、若手研究者に対する支援を表明したってことになるんだ。なるほど。若手研究者への支援って、確かに重要なことよね。それだけじゃなく、あの授賞式には、皇室の伝統的な役割である、学問への貢献、という側面も垣間見えるんだ。学問への貢献？どういうこと？皇室は、古来より学問を重視してきたんだ。例えば、明治天皇は、学問を奨励し、多くの学問機関を設立したんだ。へえ、そうだったのね。だから、秋篠宮ご夫妻の授賞式への出席は、単なるイベントへの参加ではなく、皇室の伝統的な役割を継承する意味合いがあるんだ。なるほど、深い意味があるのね。次に、パリ、オリンピックの日本選手団の結団式への出席についてだが、これは、国民のスポーツへの関心を高めるための象徴的な行動だったんだ。象徴的な行動？どういうこと？皇室は、国民の象徴であり、国民の士気を高める役割も担っているんだ。確かに、皇室は、国民の士気を高める役割も担っているわよね。だから、秋篠宮ご夫妻は、オリンピックの結団式に出席することで、国民の士気を高め、選手たちを励ますメッセージを送ったんだ。なるほど。秋篠宮ご夫妻の行動には、深い意味があるのね。最後に、秋篠宮屋敷の改修工事についてだが、これは、皇室の財政問題と密接に関わっているんだ。財政問題？どういうこと？秋篠宮屋敷の改修工事には、30億円もの費用がかかっているんだ。30億円。それは、ちょっと高額よね。しかも、その費用は、国民の税金から支出されるんだ。ええ、国民の税金から？
そのため、この改修工事については、国民から疑問の声が上がっているんだ。確かに、国民の税金を使う以上、説明責任は求められるわよね。宮内庁は、この改修工事について、十分な説明をしていないとされているんだ。説明責任を果たしていないって、大変な問題だわね。このように、秋篠宮家の行動には、様々な解釈や疑問点があるんだ。確かに、いろいろなことが複雑に絡み合って、簡単には理解できないわね。でも、重要なのは、秋篠宮家の行動の背景にある意図や目的を理解することなんだ。そうね、いろいろな情報を総合的に判断して、自分なりの考えを持つことが大切よね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ噂されてるよな。特に最近、ネット上では、秋篠宮殿下、裏ビデオ流出、とか、秋篠宮妃典子様、金沢ご訪問、とか、話題が尽きないぜ。そうね。確かに、最近、よく耳にするわ。でも、実際はどうなの？本当の話なのかしら？うっせぇな、霊夢。まあ、各家に、噂は多いけど、本当かどうかは各家めないとわからないよな。そうよね。じゃあ、詳しく教えてくれる？まず、秋篠宮家って、天皇家の皇太子、つまり次期天皇候補の家にあたるんだ。だから、当然、国民の注目を集めるわけだ。なるほど。だから、いろいろ噂が流れるのもわかるわね。そして、最近話題になってる、秋篠宮殿下、裏ビデオ流出、って話だけど、これは完全にデマだぜ。デマなのね。安心したわ。もちろん、秋篠宮殿下は、皇室の伝統を守り、国民のために尽くす、立派な方だ。そんな人が、裏ビデオなんてありえないだろ。確かに、そんなことしたら大変よね。それに、秋篠宮妃典子様が金沢ご訪問されたっていう話も、別に驚くようなことじゃないだろ。そうよね。皇室の方々は、いろいろな地方を訪問して、国民との交流を深めてるわよね。当たり前だろ。皇室は、国民の象徴なんだ。だから、国民と接点を持つことは大切なんだ。なるほど。だから、金沢ご訪問も、国民との交流の一環だったのね。まさに、その通りだぜ。皇室は、国民と一体となって、平和で豊かな国を作るために頑張っているんだよな。そうよね。本当に素晴らしいわ。それに、最近、宮内庁のインスタグラムが人気になって、秋篠宮家も登場してるって話も聞いたけど、これは事実だぜ。え、本当？宮内庁がインスタグラムやってるの？ああ、やってるぜ。しかも、結構人気なんだ。驚きだわ。時代が変わって、皇室も SNS を利用するようになったのね。そうだな。時代に合わせて、皇室も変わっていくんだ。でも、秋篠宮家は登場してないって話も聞いたんだけど。それは、秋篠宮家がインスタグラムに積極的に参加していないからだな。そうなのね。じゃあ、秋篠宮家は、インスタグラムにあまり興味がないのかしら？それは違うぜ。秋篠宮家は、伝統を守りながらも、時代の変化に対応していくことを目指しているんだ。なるほど。だから、インスタグラムに積極的に参加するわけじゃないのね。まあ、いろいろ考えがあるんだろうな。確かに、皇室は、国民の期待を一身に背負っているから、慎重に進める必要があるわよね。そうだな。秋篠宮家も、国民に愛される皇室を目指して頑張っているんだ。それは嬉しいわ。そして、秋篠宮ご夫妻が、パリ、オリンピック日本選手団の結団式に出席されたっていう話も、最近よく聞くよな。そうね。秋篠宮ご夫妻は、スポーツにも熱心なのね。ああ、皇室は、スポーツを支援することも重要な役割なんだ。だから、パリオリンピックの結団式に出席されたのね。まさに、その通りだぜ。皇室は、スポーツを通して、国民を励まし、夢を応援しているんだ。素晴らしいわね。それに、秋篠宮様のご結婚問題とか、眞子様が話し合いを拒絶してるって話も、最近よく話題になってるよな。そうね。この話題は、本当に色々言われてるわね。
まあ、皇室だから、いろいろ難しい問題もあるだろうな。確かに、そうよね。でも、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、国民の幸せを願って、努力を続けているんだ。それは、素晴らしいわね。皇室は、国民の象徴であり、希望の灯台なんだぜ。そうよね。これからも、秋篠宮家の活躍を期待しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。